最強の SCP アベルとカイン、もし2人が戦ったら勝つのはどちら、皆さんは興味ありませんか？じ？え？俺ちゃんが何を言ってるかわからない。さてはあなた、前編を見ていないですね。まずはそちらからご覧ください。じブラックチャンネル。じカインさん、こんにちは。じあなたは？俺ちゃんはブラック、悪魔です。面白いことを言いますね。カインさんは SCP なのに施設を自由に歩き回れるほど財団から信頼されているとか。そうです、やはり過去の懺悔のために人のため働いているんですかね。ちょっと何を言っているかわかりませんが、私に何かご用ですか？そうでした、なんと SCP-076 が施設から脱走しましたよ。じぃ、なんですって。アベルがカインさんに確保してもらいたいのですが、私はアベルと関わらないようにしているんです。ですがアベルさんに太刀打ちできるのはカインさんしかいませんよ。そうかもしれませんが、契約。アベルさんが殺戮マシンになってしまった原因はカインさんの過去の過ちにあるんじゃないですか？じそれはわかりませんし、あなたには関係のないことです。このままではまだ何人もの罪のない人が犠牲になってしまうかもですよ。しかし私たちが会ってしまうと。さあさあ急がないと。じアベルはどこへ？俺ちゃんが案内します。その代わり2人の再会の瞬間動画に撮らせてもらいますよ。こちら撮影の契約書です。契約書？なるほど、そうきましたか。いいでしょう、サインしますよ。ディール。映像記憶ですか。俺ちゃんの契約書をすべて読んだ人はカインさんが初めてかもです。じー、再会。久しぶりですね、アベル。ようやく来たか。待ちわびたぞカイン。数千年ぶりの再会です。バッチリ撮ってくださいねカメラちゃん。じー、ブラック感謝するぞ。長年の恨みがやっと晴らせる。こちらこそ楽しみにしてますよ。アベル、収容所に戻りなさい。誰が帰るか。あなたが脱走を企てるたび SCP 財団はたくさんの犠牲を払うんですよ。かつては骨のあるエージェントもいたな。そいつがいなくなって暇してたんだ。そんな時に現れたのがこいつだ。俺ちゃんベストタイミング。じぃ、お前への恨みを思い出させてくれたよ。殺戮マシン叩き切ってやる。やめなさいアベル、おしゃべりに来たつもりではないだろうな。やはり戦うしかないのですか。さあ戦いの始まりですよ。じぃ、死闘。何？無駄ですよ。カインさんは受けた攻撃をそのまま相手に跳ね返す能力を持っていますからね。それがなんだ。今度はこちらから行きますよ。カインさんの腕はベリリウム銅という金属でできていますから、あんなので殴られたらひとたまりもないですよ。アベル、降参しなさい。おい、何を笑っている。降参だと？もう勝ったつもりか。トゥッ、カインさん強いですね。じどうやら俺の攻撃無意味ではないよ。俺の攻撃を跳ね返してはいるが、ダメージは蓄積しているんだろう。俺は常に戦い続けてきた。お前がのうのうと暮らしている間もな、体力勝負なら負けないんだよ。おやおやおや、形勢逆転ですか。じー、決着。うらっ、うっもう夜ですよ。二人
人ともすごいダメージを受けていますね。じこのままお前を切り続け、最後に立っているのはどちらかな。うわあっ、何私の映像記憶能力であなたの動きを見切りました。もう攻撃は受けません。そんなバカな。おや、そろそろタイムリミットです。戦いはここまでです。何、俺はまだやれる。ダメです、契約にあったでしょ。戦いには制限時間があると。そんなもの知るか。契約は絶対です。カインさんはきちんと読んでましたよ。くそ、アベル。なんだ、すまなかった。勝ったのはお前だろ。なぜ謝る。生前のことだ。私が未熟なために本当にすまなかった。謝るくらいならまだ戦わせろ。ダメです。SCP 財団の極秘資料にはカインさんがあなたに会いたがらない理由に、関係する全ての人々にとって自分が SCP-076 に会わない方がいいだろうと言いましたとあります。これは俺ちゃんの推測ですが、二人が限界まで戦うと町一つ消し飛ぶくらいの大きな被害が出るんじゃないですか。カインさんはそれを避けたいのかと。知ったことか。それは困ります。そんな動画はアップできませんので。じい、アベル、もういいだろう。動画だと。バカバカしい。もう戦う気も失せたわ、アベル。ただカイン、お前のことを許したわけではないからな。カカカ、最強の SCP 同士の戦い、しっかり撮らせてもらいましたよ。じい、一時はどうなるかと思いましたが、このような機会を得られたことは幸いだったのかもしれません。ブラックさん、どこまであなたの想定だったかは分かりませんが。カカカ、何のことですか。あなたは知っていたのでは。私の過去の過ちも、私たち兄弟が何千年もいがみ合っていることも。何のことでしょう。俺ちゃんはただ鬼ヤバな動画を撮りたかっただけです。じい、そうですね。それでは私も失礼します。ブラック、アベルとカインの動画撮れたの。ちょうど撮り終わったところですよ。そっか、怖いけど見たかったな。タイミングが悪いですよ。じい、 YouTuber として致命的ですね。え、そこまで言う。カッカッカッカ。じい、じい、じい、ブラック間違い探しです。行きますよ。わからなかった人へラストチャンスです。もう一回見せてあげます。おしまいです。答えはこちら。正解した君、鬼ヤバですね。外れちゃった君は次回も頑張ってください。じー、動画を気に入っていただけたらチャンネル登録高評価よろしくです。次の鬼ヤバなテーマは君かもしれませんよ。